四十五五節につけて堀川天皇と過ごした雪の朝を思う人とせ限りの旅なりければにや常より心に入れてもて狂じて参りの夜より騒ぎありかせたまいてその夜頂戴の試みなどによふけにしかば努めて 御恩浅いの霊よりもありしに、雪降りたりと聞かせたもうて、大戸の御もりをきて、奇の宮もその折におわしまししかば、御恩方々に御ま奉らせたもうとて、お前に侍いしかば、日陰をもろともに作りて、結びいさせたまいたりしことなど、上の三つねにて、昔、 思い入れられて、物床衆も、なき心地してまでなど。わらわ、登らんずる長橋、例のことなれば、うち作り参りて作るを、蘇行殿の木座橋より、清涼殿の牛虎の隅なる、中橋、戸の妻まで渡す様、昔ながらなり、お前、珍しゅうおぼして、ごらんずれば、くるるまで、 お恩んかたわらにさぶろうにも。雪の降りたる、つとめて、まだ、大うのごもりたりしに、雪、高く降りたるよし、申すを聞こしめして、その夜、お恩んかたわらにさぶらいしかば、もろともにぐしまいらせて、みし、つとめてぞかし、いつも雪を、めでたしと思う中に、ことに、めでたかりしかば、 あやしの静かやだに、それにつけて見どころこそはあるに、まいて玉、鏡と磨かれたる桃式のうちにて、もろともにご覧ぜしありさまなど、絵、描く見習ましかば、つゆたがえず描きて、人にも見せまほしかりしかど、押し上げさせたまえりしかば、まことに振り積もりたりしさま、小杖あらんところは、 いずれを、梅と脇がたげなりし、自重殿の前なる竹の台折れぬと見ゆるまでたわみたり、お前の滝やも、渦漏れたるさまして、今も、柿暮らしふるさま、こちたげなり、滝口の本庶の前の水害などに、降り起きたる、見どころある心地して、折からなればにや、午前の立ちしは、 せめての我が心のみなしにや、輝かしきまでに見るに、我がねくたれの姿、まばゆく覚えしかば、常よりみめほしき努めてかな、と申したりし、おかしげにおぼしめして、いつもさぞ見ゆる、と仰せられて、微笑ませたまいたりし、恩口つき、向かい参らせたる心地するに、 五節の折来たりし、木なるより暮れないまで匂いたりし、もみじどもに、えび染めの唐絹とかや来たりし、我が来たるものの色合い、雪の匂いに、けざけざとこそめでたきに、富にもえ参らせたまわで、ご覧ぜしに、滝口の本庶の雑誌何めり、女の声にて、水害のもと近く差し入れて、 見る気配して、あなあゆゆしの雪の高さや、いかがせんずる、すそもえ取りゆくまじきわとよ、と、いいしを聞かせたまいて、これ聞け、いみじき大事、いできにたり、とこそ、思い扱いたれ、雪のめでたさ、おめ、さめぬる、心地する、とて、笑わせたまいしなど、 思い入れられてつくづくと思い結ぼおるるもただもごんじ知らずあのうちへ雲やり持ちたるもの壊せていでいでいで床かぬ先に壊せよそれいえそれいえ」と引き向けさせたまえば美しさによろずさめぬる心地す。 御帰りごと、申しなどするに、紛れぬれば。まかでな、といえば、ああな、ゆゆしなどものもごらんぜで、と言いあいたり。